はい、行きます。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は質問コーナーということで、お願いして。どうも、ツハです。過去に体験した恋愛失敗エピソードを教えてください。次行きますね。はい、これ、いや、どういう意図で聞かれてるのかは、うん、ちょっと見ててわからんかったんやけど、うん、歩ける車椅子ユーザーについてどう思いますか。その人に対しては何も思わないよ。いや、そうっすよね。特に何も思わんやんな。羨ましいなとかじゃない？なるほどですね、うん。その人に対しては何も思わないけど、例えばそういう人にバリアフリー調査を依頼したとするじゃん。はい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 。それはちょっと違いますよって言い方じゃないよ。その車椅子が通れる通れないは分かるけど、できる範囲がやっぱり違ってくるかな。その人だけの意見を鵜呑みにして欲しくはないっていうのはある。いやー、おっしゃる通り。それはでも私もそうだよ。私だって歩けはしないし体感もない車椅子だけど、でも手は使えるから、軽装の人とはまた違うじゃん。全然違うね。車椅子ユーザー一括りにしてほしくないみたいな感じよね。そう、そこがやっぱりこう、車椅子への理解の難しいところやね。そう、歩けるタイプの車椅子ユーザーさんは最悪歩けるから、別にバリアフリールームじゃなくても行ける人は結構いるわけよ。便利なだけでマストではないってことやな。そう、できないわけではないから。うんうんうん。立てますとか、ちょっと 1,2 歩歩けますっていう人だけでバリアフリー調査されちゃうと、いや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 ってなっちゃう。確かに、そのバリアちょっと強くないですか、へいへいみたいなね。そう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 。現状、車椅子のことで何か困っていることはありますか。車椅子のことで、これ多分車椅子のことでやから、車椅子生活ではなくて、まこちゃんの車椅子の話なんじゃないかな。でも今の車椅子ちょっと体に合ってないんだよ。シーティング講座とかやってるのに、うん、今退院後から4年が経ってる中で、はい、若干形成度合いが変わっちゃったからちょっと合わない。なるほどなるほど。でも日々変わりますよね。うん、俺が別にリハビリしてるとかじゃなくても変わる人は変わるから、なのでもうちょっと今の体に合わせたやつが欲しいなって思ってるけど、ちょっとお金ないからまだ買えない。あー、いや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 、ガッポガッポ儲けてるじゃないですか。いや、全部回してるから私は。あー、パラスポーツは何かしていますか。あ、パラスポーツっていうものとしてオリンピック種目にはなってないけど、まあ、やってるとしたらクレー射撃。嫌です。で、次行きますね。ちょっと話変わりますけど、やってみたい。車の操作方法やってみたいかな、ごめんなさい。次、車の操作方法、うん、セクション用の車についてアクセルやブレーキ、うん、あといくらぐらい追加料金で手動にできるのか知りたいなって。まあ、でも最低限のアクセルノブなんだよ、うんうんうん、この左手でウィンカーとかクラクションとかできるのもあったりするけど、そういうのじゃなくて、本当に最低限のブレーキロックっていうのが多分最低限かな、だけのその機能をつけてて、でも、カーボンデザインを付け加えたからプラス1万円で、確か20万くらい。全部で、あ、20万ぐらいなんや。そう、でも、私の自治体、山形県鶴岡市の補助は10万。ああ、ほんで10万持ち出しってことで。そう、操作は左手で前に押したり後ろに引いたりやんね。そう、これって動画で出せたりするん。昔出した。昔、うん、ぜひチェックしてみてくださいと。ヘアメイクで大変身した姿を見たい、うん、メイク YouTuber パリリンさんと共演して大変身姿を見たい。え、おいもやってみたい。マリリンさんってご存知ですか。知ってる。メイク系 YouTuber さんからさ、やってもらいたいって思うし、めっちゃガチのコスプレを一回してみたいな。おお、なるほど、ガチガチに、うん、いや、ぜひメイク系の方、このチャンネル見てる方がいらっしゃれば
コメント DM お待ちしております。お願いします。藤島中学校どう思いましたか。これ全然すいません、中学校も知らないあれなんですけど、講演会かなんか行ったんですかね。山形県鶴岡市。鶴岡出るな。観光大使。観光すごいバリアフリーじゃない学校さんなの。ほう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 。でもやっぱそういうところを先生たちとかが PTA の人たちが木のスロープ置いてくれたり、トイレの扉外してバッグつけてるから捨てれればいいですっていうので扉外して入れるようにしてくれたり、そういう対応がめちゃくちゃやっぱいいよね、大事だよねって思った。いや素晴らしいですよね。もちろんその設備を整えることも重要なんですけど、うん、どうしてもなかなかねそんな簡単にいかないところも多いですから、そういうところでそういう人力で助けてくれるってめっちゃありがたいですよね。そう、普通になんかおんぶして体育館運んでくれた学校さんもあったよ。意外とね、そういう解決できたりしますもんね、そういうことで。そう、バリアフリーじゃないんで呼べませんっていう学校さんも言われるから、そういうのは気にせずぜひ呼んでください。ぜひぜひ、ノーバリアフリーでも大歓迎ですと。うん、大歓迎。全国で講演会をしていますか？その場合、子ども向けですか？大人向けですか？学校講演予定などありますか？ちょっとさっきのとかぶってますけど、全国でしてますもんね。うん、ちょいちょい今、福岡もあるし、今度東京もあるし、大阪もあるんだけど、基本さ、企業さんとか学校さんだから、うん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 、一般向けじゃないんだよね。なるほどなるほど。でも学校は学校向け、今地元とかは小学校ずっと1時間話聞いてられるのは4年生くらいからだから、4年生からっていうのもやってるし、うんうんうん、なんかそれはもう喋り方もちょっと変えるし、話の内容も変えながら、さすが、年齢に応じたお話をしてます。確かに興味なかったり楽しくなかったり1時間って結構苦痛ですもんね。うん、苦痛、大人でも寝るからね。確かに、ちゃんとカスタマイズして、そう、形成で緊張が強くなってるって感覚的に分かりますか？分かるよ。ずっとつった感じになるし、それは足に感覚ないと思うねんけど、うん、足がつった感じっていうのが分かるってこと。うん、そう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 。へえ。その痺れもおいずっとあるからさ。あ、そうかそうか。ずーっと痺れ、もうずーっと永遠と針刺されてるから、それにプラスつった感じが刺される。なるほどなるほど。で、足だけじゃないの、お腹も形成あるからさ。お腹もそういう感じで、お腹はちょっと痺れあるけど、どっちかっていうとめっちゃコルセットでギューッギューッってなんか潰されてる感じがする。ぐーって締められてるような、締められる。これはね、感覚とか表現の仕方も人それぞれですから、うん、難しかったりするけど、うん、でもなんか全然わかるってことね。そう、そんなにいっぱい活動してて痛みとかなさそうですって言われるけど、泣きそうになるほど痛い。人目気にせず、もむ、なんかもう足組んで、なるほどなるほど、本当に痛い時は、まあ、あんま変わんないけどね。まこちゃんといえば、やっぱりマインドのところやと思うんですよね。はい。なぜどんな時でもポジティブ思考なんですかと、うん、なんでお前はポジティブやねん、聞かれてます。なんでと言われても、なんではむずいですよね。これはむずいなと思ったら、ざっくりそうです、それ私ポジティブですっていう話じゃなくてさ、一個の出来事をどうやったら解決できるかなって考えるわけよ、うんうんうん、だからそのある一個の出来事があって、うわ最悪だとか悩むなとか辛いなってなった時に、じゃあこの出来事をどうやったら嫌だな、しんどいな、辛いなって変えれるだろうかなって考えるから、
おう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 、まあ、それが例えばじゃあ怪我したことの話だとしたら、治らない怪我を今悩んでる必要性ってありますかっていう話になるわけよ。いやそこですよね。だって治らないある程度こうロジックというか、私魔法使いじゃないしさ、おうおうおう、今の医学で治らないって世界的にも言われてるもの、私がどうあがいても治んないって言ってんじゃんみたいな。いやその考えができないんですって言われちゃうけど、そこに対しての答えは、ね、それそうね、仕方ないというか、じゃあどうしようもならんことを考えてもねっていうところ、うん、だそのせいでなんかずっと楽しくないなって思ってても、どっちみち生きていかなきゃいけないし、うんうん、その姿を親とかを友達に見せるのもかっこ悪いし嫌だし、おなるほど、それで親友達が悲しむのも見たくないし、だって気休めに頑張ろうって言ってくる人たちもいっぱいいるわけだから。おいよおいおい、でだったら、まあ、その気休めにでも乗っかってみて、いろんな人がいるか分かんないけど、しんどいけど24時間ずっとしんどいかって言われたら、そうじゃなくない？わかんない。だってふとさ、ご飯食べててさ、あ、ご飯おいしいなって思うこともあったり、じゃあ例えば入院中暇だから DVD 見ようって思って映画とかアニメとか見てたら、その時はなんか気休まるわけじゃん、どっかで、はい、そっちの時を求めてる自分がいるわけよ。結局気を休めたいとか気分転換したいって思ってる自分がいるってことは、前向きになりたい自分がやっぱりいるんだな。じゃあその時間が、その時間を求めてる自分がいるんだったら、その時間を少しでも長くしようっていう風に行動して、じゃあどうやったら解決できるかなとか、今考えても無駄なんだったらちょっと一旦考えるのやめようかなとかっていう風に私はしてる。でもこれってまあできる人できない人たくさんおると思うんですけど、うん、まあ、次の質問が、まあ、嫌なこと、落ち込むことがあった時の対処法、うん、切り替え方を知りたいですと、うん、来てんねんけど、まあ、こういうところにもつながると思うんですよね。やっぱ切り替えとか対処法、今もだいぶ言ってくれたと思うねんけど、うん、まず一つは映画を見る、おまたは好きなことね、そうアニメを見る、好きなことをする、コナンね。あとは私が最近思ってるのは人と話す、悩みもそうだし考えてることもそうだけど、人とね喋らないと結果自分で解決できないのに自分で悩んでたら、それは解決できないやんっていう話じゃん。確かに。だから何でもいいから人と話し、例えば普通にさ彼氏と別れましたとか失恋しましたってなってても、学校に行ったり仕事に行ったりしてたらずっと泣いてれるわけないじゃん。うん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 、仕事は仕事しなきゃいけないし、学校行ったら友達いてて、なんか普通に笑って喋ったりするし、その一人になったらやっぱり考えるわけよ。うん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 、一人になって考えてしまう時間をあんまり作らないように、人とこう喋ったり、まあ、その悩み事とかをできるだけいろんな人に言う。おー、だから結構悩み事人に言う、めっちゃいいっすよね。だからこいの人からいいあれをもらえないと思ってても言う。はい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 。それが気分転換とか、なんか言ったことによってスッとする。なんかためてるより。いや人と喋るってことは、通販も首の骨折ってからこんなに重要なことなんやっていうのは思うようになった。うん、おっしゃる通りだと思うな。そう、それがでも。あのメッセージのやり取りだけじゃ足りないって私は思ってるんだよね。おお、わかりますわかります。ね、まあその一歩としては大事だと思うけど、声に出してとか人の顔を見て喋るのと、声に出さずに SNS とかにバンバン書き込むのとでは違う。全然違う。違うよね。言ってるのでも全然違う。やっぱり情報量が全然違うんじゃないですか。顔見ながらこんにちはっていうのと、文字でこんにちはっていうのは、私も通ってないし温度感も全然違うから。そう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 、違う。めっちゃわかるでー。次、何かに挑戦するとき恐怖心はありますか？また、あるなら自分に何と言い聞かせて前へ進みますか？
恐怖心はあります。あんねや。それはありますよ。どんな時どんな時どんな時も、いるの間急…ええねどんな時もちゃう。あれえ、どんな時、いやだとそういうことだから海外旅行行きますとかさ、ほう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 、大丈夫かな、怖いなって思うよ。確かに。じゃあそんな時自分に何て言い聞かせる。だからその分の情報を集める。どこが怖いんだろう、はいはいはい、何が不安なんだろうっていう情報を集める。で不安を取り除く。知らない、わからない、できないから不安ですもんね。で、まあ、何かね、物事だったりしたらその教えてくれる人にめっちゃ聞く。これどうしたらいいですか、これはどうなんですか、どうですかっていう風にめっちゃ聞く。さっきの話にもつながってくるところですよね。そう、そういう風に不安を不安なままにしない。そうすることによってチャレンジするときに思う不安を消すと、あ、やってみようかなって思うはず、進んでみようかなって思うはず、思うはずです。はい。優しいあなたは頑張っていることはありますか？ダイエットと、ダイエットあとまあもっとお金を稼げるようになること。あ、確かにこれはもう我々の常々ある課題ですよね。まあ、なのでこうもっとメディアに出れるように頑張っています。素晴らしいです、はい、うん、最後のコーナー、はい、ババババッと3つ言ってみたいと思います。 YouTube を始めた理由は、お、みんな気になってると思うんだな。本当にもう散々言ってるけど、やっぱりその車椅子になった5年前は本当に今とは違って YouTube 発信してる人もいないし、 SNS 投稿してる人もいなくて、うん、リアルな情報っていうのがほとんどなかったから、今後も車椅子になる人は絶対いるし、脊髄損傷になる人はいるから、私の一つの情報がその人たちのためになればいいなっていう思いがあって発信を始めました。まあ、今でもその思いは変わってないけどね。めちゃめちゃ真っ当な理由金が欲しかったみたいな。プラスお小遣い稼ぎになればいいと思いました。はい、足が動けるようになったら、うん、一番最初に何がしたいですか？それは感覚が戻ったらっていう意味でいいかな。そうですね、これも健常になったらでいいんじゃないですか。え、もういいことを言うんだったらもう一回ちゃんとかやぶき屋根とか屋根に上がって作業をしたいし、山に登りたいっていうのはあるけど、そうじゃない見た目を気にしないんだったら営みです一発やっときますか、ちゃんとね。そうですね。でもいや、そりゃそうっすよね。そりゃそうっすよね。人間なんで、はい。そう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 。はい、いや、もうそんな、そんな話の中で、これで、まこちゃん、バシッと締めてくださいね。はいはい。座右の銘はありますか？教えてください。あ、小学校6年生かな、5年生の時に好きになった言葉があって、じゃあ健常の時からってこと？あ、うん、健常っていうか小さいとか、うん、すげえ、ずっとずっとそれなんや。その言葉を知ってからすごい好きになったんだけど、まあ、はい、下克上も好きだけど、おお、いいね。でも一番は人事を尽くして天命を待つっていう言葉が、私はすごい好きでずっと言ってる。ずっと言ってはないけど、なんか言われたら言ってる。かっこいい、まあ、やれることちゃんとやっときますって話ですもんね。そう、まあ、だからそれがでも今の行動にもすごいなんか比例してるものはあるかなって思うね。確かに、結果その若くて健常の時から今で座右の銘が変わらんっていうのもなかなかすごいと思いますね。そう、小学校6年生からね。根本のところってその大きく、まあ、同じ人間なんで、うん、そこは変わらんかったりするやんな。まあでも変わり、大切なことって。そうだね、いいことは変わらずに、悪いところはちゃんと変えて。素晴らしい、めちゃめちゃいい話で終わってしまいましたけど、質問すべてたまきました。いい、ちょうどいい、あと集めただけなのに。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、ツーハートは
声の出演だけかまたは対談できることを楽しみにしております。また次回の質問コーナーでお会いしましょう。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました